こんばんは。やば。こんばんは。それな、なんかめっちゃ目が赤い。私も今配信してびっくりした。え、目赤って思って。そう、ちょっと今結構疲れててごめん。すごい疲れてる。やとやと。泣いてないよ。疲れてる。結構日焼けしてないって。お姉ちゃん違うから。昨日も帽子してたし。帽子してたのに日焼けとかありえない。本当にもう休みたい。めっちゃ休みたいのに休む時間がない。もう毎日毎日大変だよ。休む時間がないから課題だってできないんだよ。もう嫌すぎるこの夏休み。課題は頑張ってやってるんですよ私。うん、違う。お願い、課題代わりにやって。本当に終わらない。課題多い。もうやだ、夏休み結構嫌かも。休みがないね。だってあの配信で課題しようと思ったんだけど、ちょっと今日はもう疲れてるからやめといた。もうやだ、このエアコン何なん。本当にさ、うるさい。風量、わあ、すげえ、すげえ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 。いや全然古くないこのエアコン。最新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 。そう、全然このエアコン最近取り付けたばっか。
最近？でもね、ヘリの音しなくなってもね、またカタカタ言うんだよ。どうせ。何これ、かわいいギフト。暑くてイライラしてる。どうしよう。来い。こっちに風が来ないから暑いのか。ねえ、全然来てくれない。あ、今の良かったかもしれない。これだ、これ。あ、よくないよくない。これか。あ、当たった。超涼しい。当たったよ。ヒット。ここか。あ、涼しい。風が吹いて受ける。なんだっけ、なんていうの、シャープシャープでいいのかな。よっこ。うざっ。もう嫌だ。シャープ。ギリ映せ。ここまでいける。あー、涼しい。わあ、クマタン。え、かわいい、ユニコーンじゃん。かわいい。あー、涼しい涼しい。ちょっと休みなさい。いや、もう今日は頭が働かないから、何したってやる気出ないから、もう今日は課題やんない。マジで頭も痛いし。いいよ、残状読んであげる。もう終わりにしてもいいの。それな、早すぎる。ねえ、お母さん何してんの？枝豆の存在忘れてる、本当に。まあ別にいいんだけど、お腹いっぱいだから。塩分は取ってる。最近めっちゃアイスは関係ないか、レモネードを飲んでて、だからレモン摂取してる。ビタミン。
え、でも前って言ったけど食べる気もないかも。なんかやっぱだけど食べる。おじいちゃん、おじいちゃんのお家で採れた枝豆。これ結構硬いの。え、おいしい。おいしいな。ま、おいしいぞ。うま、ま、ま。あげない。みんなビールって言ってるけど、こっち飲めないんだから、いる、言わないの、ビールって。私まだ未成年。わ、これなんか危険だけど食べる。なんで朝日なの。え、うまいんだけど。枝豆もらえないからおしゃべり会行かない。あっそいいよ、別に私に会いたくないってことだよね。いいよ、それならそれで。うん、いいよ、全然私に会いたくないならいいよ。ひどっ、お兄ちゃんひどっ。食べ方おじさんみたいだって。ひどくない？お姉さんなんだけど。おじさんはもっと早いよ。マジか、負けてらんない。言っとくけど私片手だから、片手、片手。噛んでる暇はない。痛っ痛っ。今こうやったら歯に当たった。なんか滑る。枝豆あとまだこんぐらいあるからじゃんじゃん食べる。
間違えて両手で食べちゃった。渋すぎるか。片手でポンポン食べるの。ああ、そういうこと。枝豆じゃないよ。今自分で自分に突っ込みました。枝豆って打っちゃって、枝豆じゃないよって自分に突っ込んで。でも顔もやばいから両手で食べたって一緒なんだよね。可愛いのは、可愛くないのは変わらないから。移動させればいいのか。あ、出てきた。あともうちょっと頑張れ。めっちゃ分かれてる、食べづら。手がもう死んできた、やばい。もう手の力がない。プー、ごめんお姉ちゃん。ねえごめんってお姉ちゃん、許して。え、いつの間にかもう2個なんだけど。あと2個。ひどお姉ちゃん、ほんと嫌い。何ヤギって、誰に対して言って。わあ、な、飛んでた。オッケー、こっちゃん、ごちそうさま。
めっちゃ指に毛ついた。は？目なんか言ってないし。まあ、かわいい音符。メリーちゃん？私、あおちゃんだよ。どういうこと？受ける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 。本当だよ、お姉ちゃんの方がヤギなんだから。っていうかさ、私さ結構なんか。私ってなんかよく出る顔なのかはよくわかんないけど、人間違いされること多いんだよね。なんか人間違いされるとちょっと傷ついちゃうんだよね、私って。結構なんか前、別にその人を責めてるわけじゃないけど、なんか私にね、あのお見送りの時に私に私が U ターンかと思ったのか、あれあのちゃんでしょ。ん？え？え？なんでそれ U ターンでしょ？でもってあのちゃん、私にあのちゃんって言われてもちょっと困ったんだけど、あのちゃん、あの U ターンがモノマネで、あのちゃんの真似をしたんです。で、多分それを伝えたかったのか、私に言ってきたんですよ、あれあのちゃんでしょって。だからえってなって、えあごめんごめんって言って、あでも結構私なんか人間違えられる。あ、ネタバレしちゃったかもしれない。ごめんなさい。でもちゃんと名札つけてるんですよ、お見送り。皆さんちゃんと見てますか？名札はちゃんとつけてますから。前髪ずれたよ、ありがとう。別にもうどうでもいい、前髪はもう今日はいい、そんなの気にしない。え、つけてる意味がないじゃん、外すよ。確かにそれはありました。え、でも結構私のことを間違える方がいました。まあ別にしょうがないことなんだけどさ、まあいいや、許す許す。あーちゃんの特徴ってなんだろう、なんだろう。
うるさいな。顔が違うってどういうこと？まあサイドポニーの時は分かりやすいかもしれない。サイドポニーの時は分かりやすいけど、今2パターンになったから髪型が変わっちゃって、多分それで分かんなくなっちゃうのかな。お見送りの時ってさ、なんか笑顔引きつってない？笑顔の時はめっちゃ笑顔なんだけど、なんか笑顔引きつる時ある。お姉ちゃんに前言われたんだよね、笑顔引きつってるって怖いって言われた。まあそれはお姉ちゃんの時だからって話だよねって話。お兄ちゃんの時に笑顔で手振る人いますか？あ、マジか。そんなに引きつってる？でもね、結構ずっと笑顔なの大変。マジか、引きつってるんだ。でもずっと笑顔なのも怖くない？ありがとうございました。こんな感じでなんか引きつってる。あ、なんか引きつってるの分かるかもしれない。あ、9時になった。9時だ。っていうか、もう9時15分過ぎてるじゃん。いつの間にか。ニヤニヤも怖くない？わっ。椅子の音。壇上読もうかな。ああ。13位竹蔵さん、ありがとうございます。12位一丸さん、ありがとうございます。11位アーニャさん、ありがとうございます。10位トムさん、ありがとうございます。9位ジンさん、ありがとうございます。8位まこちゃさん、ありがとうございます。7位お金持ち先生さん、ありがとうございます。6位妄想貴族さん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位マスボンさん、ね、やばいって、ごめん、失礼だよね、こんなに笑って。みんなのことで笑ってるわけじゃないから、許して。思い出し笑いだから許して。4位マサボーさん、ありがとうございます。3位メガネさん、ありがとうございます。2位わたちゃん、わたちゃん、これ3つけた方がいいかな。いや、2位わたちゃん、ありがとうございます。そして1位ぐちさん、ありがとうございます。スマイルって大事でしょ。もうみんな怒らないで、頑張って笑ってるんだよ。あ、お腹いっぱい。うん、お腹が満腹だから今日はゆっくり寝れそうだね。お腹がいっぱい。どこだっけ。はい、バイバイだ。
明日は頑張れない、もう無理。うるさいお姉ちゃん、黙って、もうやだ。バイバイ、ありがとうございました、おやすみなさい。